はい、ミスターマヨさん、メッセージありがとうございます。そうですね、凡事徹底するべきは今されていることで十分かと思います。それで私がいつも言ってるのは、いきなり独立しましょうっていうのは結構私はね、あんまりお勧めしないんですよ。いつも言いますけども、エンプロイメントって言って、今ね、会社の会社員さんとしてものすごく今立場がありますよね。でそこからですね、スモールビジネスなんですよ、始めるべきは。ちっちゃいビジネスで、例えば週に5000円とか1万円稼ぐものを少しずつ積み上げていくっていう方法が一番いいと思います。私はどっちかっていうと、凡事徹底も群を抜きましたし、それ運が良かったんで、初めにね、結果が結構出たんですよ。で振り返ってみると、私のやり方をそのままトレースするのはあんまりにもね、リスクが高いのと、私は無鉄砲なんでここまで来たってところがあります。そして運にも恵まれたというところがあります。でもやっぱりね、正直に言って多くの方はこうはいきません。ですんで、運任せにするんではなくって、一歩一歩着実にやっていただきたいと思います。まずは自分の今の仕事でね、立場をしっかりと築いて、できればその仕事で気づいたものを情報発信していくことによって、少しずつ、なんですかね、売り上げをこっちに、スモールビジネスの方に移管していくってことです。ベストは両方やることですよね。例えば私はですね、ミスターマヨメさんの立場でしたら、自社の会社にいるっていうふうにとどまるんでしたね。そういうふうに決めるんでしたら、自社の会社を YouTube で宣伝するような事業部を作るような提言をするべきだと思うんですよ。そしたら YouTube 活動も堂々とできますし、会社の業績もどんどん上がっていくと思うんですよ。そしてコストはどんどん下げることができます。そうすることによってね、例えば動画マーケティング事業部の部長に収まることはすぐできると思うんですけども、すでにそういう部署があるのかもしれませんね。そういう部署があるんだったら、その部署に転属願いを出すことで全ては解決するんではないかなと思います。当然ですけども、多分ね、ミスターマヨさんはネットのスキルは今お勤めの会社の平均値よりも確実に上だと思うんですよ。もしかしたらトップレベルかもしれません。そういうことをね、活用していって、会社の中で自分のビジネスを構築していくっていうのも一つの大きな手なんですよね。私の場合は自分でやってたお店の集客に、YouTube を使いました。効果は出なかったんですけども、お店じゃないものを YouTube で宣伝した結果、効果が出たということになりますよね。皮肉なものですよね。自分の店の紹介はうまくいかなかったのに、人の会社とかは紹介がうまくいったみたいなことになってきます。そうなんですよね。店舗ビジネスって近所の人に対してあんまりね、インターネットを使っても効果が出ないんですよ。なぜなら私の店は広島にありましたけども、お客さんっていうのは沖縄北海道にできちゃう場合もあるんですよね。そうなると通販ならいいんですけども、店舗ビジネスって来店しないといけないんで、半径2キロぐらいの人に宣伝すれば済むものをインターネットでやってもね、あんまり効果はないんですよね。そういうふうなビジネスとインターネットの組み合わせってものもありますんで、これからね、ミスターマヨメさん、もしかしたら動画っていうのは今までみたいにキャッチボールできないかもしれませんけども、これのね、凡事徹底の難しさと、やっぱりね、決断っていうのはこういうふうに変更ありきなんだってことなんですよ。一時期強い意志を持ってね、速稼塾の言う通りにやっていきますみたいなことを言われてたのが本当つい最近なんですけども、半年1年も、経たないうちにやっぱり気持ちって変わっていくんですよ。それは、ね、仕方がないんですよ。気持ちが変わるのを前提でいろんなものを組んでいかないといけないと。今強く決断したものも明日になったら変わるかもなっていうことを考えながらやっていくと、ビジネスは見やすくなります。永久不変のものはありませんし、これをやったら絶対ってものもありません。相対的に自分にはチャンスがこちらの方が多いんではないかなってことを考えるためにですね、自分の考えもそうですし、普通の暮らしを送っている家族の考えも尊重するってことがすごく大事なんだと思います。ただですね、お金だけ稼ごうとするんでしたら、FX は超おすすめですんで、やられるべきかなと思いますし、従業員として働くのがね、もしかしたら自分が搾取されてると感じているんだったら、その会社の株主になるってこともすごくいいと思います。なぜなら、自分が労働者が搾取されて株主だけが儲かってると思うんでしたら、やっぱり株主になるっていう方法がありますんでね、社員をしながらその自社の株を買うっていう方法もなきにしもあらずかなと思います。いずれにしてもね、いろんな考え方でこの世の中ができてますし、どの考え方を自分が選択するかによって結果大きく違うのかなと思います。ミスターマヨメさんとね、こうやって過ごせたことってのは私にとっても宝でございますし、多くの速稼塾の YouTuber を生んだのはミスターマヨメさんのやっぱりね、エネルギーがあったからだと思います。ミスターマヨメさんに触発されて、多くの方が YouTube を始められて、そして YouTube によって感動して、中には YouTube で売り上げを立ててってことが起きておりました。本当にね、縁っていうのはわからないもので、誰かが頑張ってるから自分も頑張ろうと思う人もいれば、誰かは頑張ってるけど自分は別のところで頑張ろうかなっていうのもあるわけなんですよね。そういったね、自分の気持ち、世の中の気持ち、いろんな変化がある、そういう中に自分は立たされているんだなと。私も隠居ってことをしてますけども、結局は世界中の人と関わっているってところがあります。そう考えるとね、皮肉なこともあり、必然も偶然であるのかな、偶然も必然であるのかなと感じざるを得ません。
さあ、それではまとめましてね、ミスターまゆみさん、本当にありがとうございます。それからですね、やっぱり凡事徹底っていうのはどこにも通用することですんで、ぜひその凡事徹底でご家族を愛し抜いてね、そして今回私がね、非常にね、ミスターまゆみさん、良かったと言っていいのかどうか分かりませんけども、その凡事徹底を使って糖尿病という病気に立ち向かった姿を見せていただけた、すっかりとね、痩せられたところもありますし、それからなんかね、晴れ晴れとした表情になったかなと思います。最初はね、コミカルで面白い人だなと思ったんですけども、今はですね、しっかりと自分の向く方向を決めてそれを発信することができる勇気と、そしてその勇気の向こうに希望を見てるんではないかなと思います。もちろん勇気と希望っていうのは恐怖心があるから成り立つものなんですよね。その恐怖っていうのは、きっとこれからミスターまゆみさんを勇気づけてくれる炎になるんではないかなと私は思っております。ご縁が切れるわけではございませんのでね、これからも活動をお互いに、高め合っていければと思います。それではね、もしかしたら動画がもう来ないのかなと思いながら、まあでもね、始まった以上それは終わりに向かっていますから覚悟はできております。やめないのは私だけだと思います。結局ね、いずれはね、私よりも先にやめていくのはもう大体分かっているんですよ。それは仕方がないことだと思います。私はもうね、頭がいかれてますんで、YouTube バカっていうかね、結果が出なくても多分一生 YouTube をやっていくでしょう。私は自分が死ぬとき、自分の葬式も YouTube をアップロードしてると思います。まあそのぐらい腹くくってやってますので、腹くくってるとではないかな。ノリがいいだけかもしれませんけどね。本当にありがとうございました。ご連絡、忌憚なくありがとうございます。ミスターまゆみさんは私にとっても特別な存在になったと思います。ありがとうございます。